スカイブルーのこの空の下、みんな集まれ。今回のジュビロ TV は私木下がリポーターを務めます、それでは3分お楽しみください。木下さん、すいません、あの次僕ジュビロ TV なんですけど、木下さん木下についてどう思うか木下が聞いちゃってるの。言いにくいね。じゃあ、はい、強いて言うならなんだろうな、なんか頼りないというか頼られるように、はい、頑張りたいと思います。頑張ってみて。はい、さあ練習お疲れのところ。今次回僕のジュビロ TV でちょっと近いんですけど、このぐらいですか。マジででも頑張り屋で、すっごいこう向上心があって、まあ先輩からねよくいじられてるってみんなから思われてるかもしれないですけど、実はそういじられっていうのを自分の糧にして日々成長していってる素晴らしい人物です。うっす。すいません、この前の、うん、お昼ご飯、うん、あのごちそうになって、かめへん、それは先輩として当たり前のことしたまでやから。どっか行くにはとりあえず誘って車出させて、まあ、その分ご飯とか、ごちそうしてるので、むしろあいつの方がプラスみたいなところもあるんで。木下、はい、木下ね、あのね、用意するのが下手。まあサッカーに対して真面目で一生懸命頑張ってるんで、後輩だけど見習うべきところは多いと思います。結構みんなにいじられてて、なんだかんだ愛されてるなっていうのありますけどね。チームのね雰囲気も非常にね和ましくですし、まあ、これからの期待の若手です。シャク、シャク、ちょっと、シャク、ちょっといいですか。シャク、アポ取れなかったです。あ、加藤さん。すみません、僕についてちょっと悪くないあんたが自分の利益を優先して利己的な性格っていう典型的なあれやな。お前二人兄弟の長男のタイプだけど俺が滑ってるみたいになってない。ちょっと難しいですよ、質問が。難しいね。木下についてて何なんそれ。お前大まかすぎるよそれ。ジュビロどうって言ってるのお前それインタビュアーがちょっと良くないですね。インタビュアーが良くない、はい、おっつー以上、リポーター木下がお届けしました、これからも応援よろしくお願いします。